どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は初登場3代目 JSOUL BROTHERS の曲流星をやりますよ。皆さんお待たせしました。これ結構やりたい人多いんじゃないでしょうかね。ウクレレで JSOUL BROTHERS 3代目できちゃうですよ。しかもガズレレレに簡単にしましたんでウクレレの初心者の方もできると思います。いつものように2バージョン、最初は初心者様用になるべく簡単にゆっくりバージョンにした4つ弾きバージョンもやりまして、後半はかっこいいバージョン、バシバシリズム刻むやつやりたいと思います。最後までご覧になってください。さあ、自分の大好きな曲はもう愛してる曲、懐かしい曲、思い出の曲、思い入れのある曲、カラオケで歌うのもいいで、聴くのもいいですけど、自分で演奏までしてやる弾き語り、これ最高なんです。本当楽しんでぜひやってください。でもね、難しいだろうな、音楽やりたいけど私音楽苦手っていう人多いでしょ。ウクレレだったら大丈夫で、ウクレレさん救ってくれますよ。弦4本ないしかないし、これちっちゃいしね、いつでもどこでも持ち歩けていつも触ってられるんですよ。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルだったらですね、いつでもどこでもただでどんどん弾けるようになりますからね。これはやった方がいいですよ、皆さん。で、ここにね、リンク、この先、もうちょっとしたらここに貼ります。初心者レッスンは、このリンク先に飛んでもらって、初心者レッスンはここというところにジャンプしてください。そこから数字の1番、1、2、3、4って数字の通りに、ウクレレ触りながら動画を見ていくだけで、あららら弾けちゃってんじゃないかってすぐなりますから、行ってください。じゃあ、初心者レッスンはここクリック、行ってらっしゃい。クリック！はい、いってらっしゃい。はい、そこには今まで私が取りためた650曲以上のあらゆるジャンルの曲、洋楽、最新 J-POP、夏メロ、演歌、アニメソング、もうありとあらゆる、ハワイもありますよ。ぜひ、それ全部簡単ウクレレレッスン動画ですからね、皆さん。ぜひ始めてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、早速やってみましょう。ちょっと追加。イントロの歌詞なんですけど、ちょっとわかんない。調べてもね、書いてなかったんで、私が聞いた感じでやってますので、合ってるか分かんないですけど、はい、一応ご参考までに。3代目 JSOUL BROTHERS 流星。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。シンプル簡単バージョンの方からやってみました。コードは、6個のコードでいきますよ。動画内のテロップを読んでいただいて書き出すのもいいんですけど、このね、書かないとね、ちょっと頭に入る。おすすめは書き出すことです。参考になりますように私のやつを書くんです。さっきも言ったんですけど、このイントロのこの2つの英語の言葉なんですけど、ちょっと歌詞載ってなくてですね、聞いた感じで拾ってるんで、もしかして間違ってる可能性大ですんで、ちょっと皆さん教えてください。これなんて言ってるか。はい、お願いします。イントロね。で、これ、こういう風に分かれて、A マイナー、A 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 マイナー、C、C だから、これ最後の2回だけ C って感じですよね。はい、じゃあ参考になるように、ちょっと、一時停止してメモってください。はい。これね、この曲、歌い方っていうか、言葉のリズムが、乗せ方がすごい難しいです。
ここクッと速くなってるとかね、なあ夏のとか、こういうところはちょっとねポイントですね。はい、また一時停止で。基本的にコード進行は結構シンプルなんですけど、その歌い方が難しいというようなタイプの曲だと思います。はい、まあでもねいいですよねこれね。で最後、Aマイナーでずっとこのネッタタンさんっていうの、ここであのね、あのランニングマンやりたい時間をちゃんと設けてますね、ランニングマン。はいはい、こんな感じでやってみました。テロップと合わせてみてください。出てくるコードの解説、 Aマイナー、 C、 F、 Dマイナー、G7、Em7、今ささっと説明しましたけれども、これはですね、入門コードっていうか、もう基本コード中の基本なんです。はい、ドン、こちらです。ガズレレ必須コードというコードのグループ、8個のコードのグループがあります。これをまず最優先で覚えてください。コードというのは星の数ほど本当あるんですよ。全部覚える必要は全くないです。まずは、とっかかりとして、今ここのガズレレ必須コードで8個の簡単入門コードを覚えましょう。そうするといろいろ、今ご覧になっているガズレレ YouTube で私と一緒にいろんな曲セッション、650曲の曲一緒にやろうと思ったら、この8個はもう覚えておいたらもう8割9割できます。はい。以前解説した分かりやすい動画、ここに貼っておきますので、ここでコードローを勉強してください。ここはもうマストですから、ね、必須ですから、お願いします。はい。今の弾き方は4つ弾きの入門者用だったんですけど、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。今度はですね、伸ばしたり16ビートを弾いたり、チャーを入れたりというような弾き方でやろうと思うんですけど、まず16ビートこうです。今 Aマイナー、あ、C 弾いてますけど、これは16ビート。16ビートのチャっていうのは、これ打楽器の要素だし、これビートを出していくって感じなんですけど、この流星三代目ソウルブラザーズ、三代目 J ソウルブラザーズのアレンジだと四つ打ちでドンツクドンツクドンツクってこうクラブミュージックっぽい感じなんですけど、まあその雰囲気はちょっとウクレレだとやっぱ16ビートが一番合うなということでこれを採用しました。はい。16ビートのやり方。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろな弾き方特集という1ページで、その中から16ビートをマスターしてもらいたいんですけど、16ビートができるようになるためには、まず8ビートができないとできないんですよ。8ビートをマスターして、16ビートをマスターして、その後チャに入っていきます。チャはこう、打楽器の要素ですからね。はい。これ順番がありますんで、ちょっとじっくりやってみたい方、今年の年末年始、お正月休みにやってみたらいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じで勢いよく、このなんかこうパワフルな感じで、流星三代目 J ソルプラズかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。 Let the stars shine, make a star spy. Let the stars shine, 星が輝く、一度きり人つかみたいから、今うっせえ全速でサンシャインかけるフォーキングボスキャップ、うっせえきらめいてほしい空の下、うっせえ風になって遊ぶ、流星かっこいいバージョンやってみました。サビ前とかでダン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 ってこう溜めてドーンとサビに入る感じとか、ちょっと動画を参考にしていただいて、盛り上がるところ、こうちょっと下がるところ、 A メロなんか結構ね隙間が多いというか、ジャーンって伸ばしたりなんかするところもこう、なんていうか決まりきった感じじゃなくて、この雰囲気で、できるようになるといいと思うんですけど、まあサビの方ではね、もう16ビートのガーって疾走感をちょっと出そうと思うと速くなりがちなんですよね。なんかこうエンジンブレークをかけながら、すごく突っ走んないようにするけど、勢いはそのままっていう感じがいいと思うんです。まあ言葉の乗せ方も難しいし、ほんとこれね、奥が深いです、この曲は。皆さん、お時間あるときゆっくりやってください。まずはだから4つ弾きで、
歌のリズムを完璧にして16ビートの方に持っていった方が早いと思います。はい、そんな感じで楽しんでやってください。年末年始もウクレレです。ご案内どうぞ。ガズレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんでぜひ行っていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD レッツゴー最高究極ゆりで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD 弾けるようになるレッスン CD、 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の夜音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で、1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。はい、イベントをどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントをやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の先行発売もありますからね、翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ本もね、いろいろ出してるんですよ私。はい、これまず主婦の友社から、出ているいきなりウクレレ地球一簡単家庭音楽という本、これはガズさんはですね、病気になっちゃって、白血病から、骨髄移植させていただいてここまで来てる過程で、人生音楽豊かさ考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、守りだくさんな音楽人生を、音楽はね、聞くよりやった方がいいんですよ。皆さんどうです、ウクレレだったら簡単にできますからね、他の楽器ではこうはいきません。ぜひ皆さんどんどんウクレレ楽しんで、その楽しさ いろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。